まだ教えてもらいたいことがある。なんや。さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値が張んで。いくらだ。30万や。ほんまでっか。わかりました。世話になったな。おい待てや、桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ登場界先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。首に懸賞金をかけたのは誰だ。知るか。やめろ。戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなり。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。高田高島戦国に狙われて、あんた八方下がりやで。どうして俺の首を。あんたは跡目争いのゴールなんや。俺が